にゃんせよ、かおるにどはい、ということで、おはようございます。今日はおはようっつってもお昼なんですけど、なんかこう動画を撮るたびに朝早く起きてるから、なんかおはようって言っちゃう。しかも多分この動画見てる人ね、朝より夜の人が多いから、朝学校とか会社に行く人以外はマッチしない挨拶なんですけど、なんでおはようって言っちゃうのかちょっと未だにねよくわかんないです。ということでね、じゃあお昼ご飯食べに行きたいと思います。今回は激安コスパ最高な定食を食べに行くんですけど、何定食かって言いますと、ポッサン。まあ、前回どっかの動画でお話ししたんですけど、当コスパがいい1人前ステーキポッサムのお店が新町にあったんですけど、そこがねなくなっちゃったらしくて、1人前のポッサムどこでこれから食べんだよみたいなね、そんな感じじゃないですか。見つけましたよ。もう1年前から出てくるね、コスパのいい、はい、ポッサム定食、今日は食べに行きたいと思います。でしかも場所がチュモロなんですよ。チュモロで、チュモロっていうのがミョンドンの隣の駅、4号線、だから来るのもめちゃめちゃ楽だし、多分ね、あとチュモロ方面にホテルとか取ってる人も多分いると思うので、まあ、知っていればかなり使えるお店なんじゃないかと思います。しかも美味しいらしいです、どうやらブログを見ると。それではね、向かっていくんですけれども、最寄りの駅が、まあ、先ほども言いましたチュモロ駅、チュモロ駅の一番出口から歩いて3分でございます。カップラーメン持ってたらできますからね。それではね、向かっていきたいと思います。ゴー。チュモロ駅の一番出口になります。一番出口から出たら、こっちのね前方面にまっすぐ行きます。はい、じゃあ歩いてくると横断歩道があるので、これも渡ります。で、渡りましたらこちらまっすぐ行かずに、こっちにね斜めに入る道があるんですよ。はい、こっちに入っていきます。はい、そしてこちらイディアコーヒーがあるんですけれども、イディアコーヒーを通り過ぎたここで細い道を入っていきます。合ってる？やば、何これ、ドキドキする。昨日夢でさ、イジョンジェさんが出てきたの。もう完全なるラブストーリーでさ、こういうとこでぱったりイジョンジェさんに会えないかな。はい、ということで突き当たりをこちら左です。じゃん、はい、ここになります。ホンタワホッサンです。はい、じゃあね、入っていきたいと思います。こんにちは、食사되나요？ホッサン전식하나주세요。はい、ということで今お店に入ってきたんですけど、ここは11時オープンで今11時14分なんですけど、一番乗りです。ということでですね、ここが、まあ、私がポッサンジョンシ、ポッサン定食を食べに来たんですけど、メインが本郷です。我が敵本郷なんですけど、まあ、本郷っていうのがガンギエイっていうエイを発酵させて作ったやつで、ポッサンっていうのは豚肉をこう茹でて作った、まあ、茹で肉みたいな感じです。ということで、もうなんか来る道からローカル感バンバンで、もうかなりちょっと期待してるんですけど、どうやらね本当に安くて美味しいらしいので、待ってみたいと思います。はい、じゃあこちらがポッサン定食になります。じゃあこれがメインのポッサンです。で、このポッサムの横にあるのがムーマンレンギと下にキムチがあるんですけど、これがね、まあ、ポッサム食べるときは定番のおかずです。そしてこちらソーセージポック、ソーセージ炒めとおでんポック、おでん炒めとサラダボって言って、トドリボってやつなんだけど、どんぐりを粉にしてこう寒天みたいに固めた、はい、おかずです。ケランマリ、卵焼きと天ジャンク、お味噌汁でございます。これでみんないくらだと思う？650円ですよ。6500円。ということで、じゃあ食べていきたいと思います。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。見て、ここにさ
のお箸の入れ物があるんだけど、上下の蓋の形が合ってないんだよね。絞んないから本当にローカルって感じですね。それではいただきます。さあまずはねポッサムから食べていきたいと思います。見て、なんかこの何、え、この絶妙な脂身は何、最高なんだけど。じゃあこれにまずはこの塩辛をさちょっと乗せて、はい、こんな感じで食べてみたいと思います。最高。じゃあいただきます。あ、もう最高だわ。私これ大好きなんだよね。完全にね、650円のクオリティじゃないです。全部美味しい。私のチャンネルでいろいろね韓国料理紹介してるんですけど、こちらソーセージポッコ、ソーセージ炒めてるんですけど、これ多分ね初めてできたと思うんですが、これはこの韓国でおなじみのこのちっちゃいソーセージをケチャップの風味でこう炒めたやつ。ソースが基本的にケチャップ味です。でこれはなんか韓国のなんか昔からのおかずっていうか、なんか子供たちが好きなおかず、こう思い出のおかずみたいな感じでなんか食べられてたんだって。一旦書いちゃうね、はい、ポッサムの定番の食べ方ですね。これに、はい、ブーマンレンギ、それから、はい、キムチ、もう2枚食べる。はい、じゃあ食べます。じゃあいただきます。6500ウォン、650円、マックのセットより安い、ね、美味しすぎなんだけど、どうしよう。私日々あの韓国のおじさんおばさんとかが集う食店屋って何、定食屋さんは絶対外れがないってお話をしてるんですけど、あの今のところねおじさんしか来ないです。てか絶対ここなんか多分観光客が知るわけもないお店って言ったら、偶然もしここの通りに入ってきて もう入ろうと思わないお店。もう完全に穴場スポット発見したわ。もうね本当に何回も言うけど全部美味しい。で、ここのメインメニューの中に本をってあって、まあ、さっきちょっと紹介したんですけど、ガンギエを発酵させてこう何刺身みたいにこう切って出すのが本をなんですけど、なんかよくみんなにカオルちゃんって好き嫌いないんですかとか言われるんですけど、私が唯一食べれない韓国料理の2つのうちの1つが本をです。私が美味しいお店を選んでいくっちゃ行くんですけど、カキポッサムもそうだし、昔やったそのステーキポッサムもそうだし、一番最近やったのはもちポッサムがもそうだし、なんかねポッサムで失敗したことないわ。多分日本人が好きな味っていうか口に合いやすい。で今ねあの前に座ってるおじさんがこの何お味噌汁もおかわりしてたんですよ。だから多分おかわりは自由。650円でポッサムとかこのおかずいっぱい出てきて、しかもポッサム以外おかわり中ってやばくない？ご飯は多分ダメだと思うんだけど、またしてもここ価格バグですよ。私いろいろ最近本読んでるんだけど、その中でなんか私がこうすごい胸にストンと入ってきてなんか納得したことが一個あるんだけど、私によく来る相談の中で
か挑戦する勇気が出ないっていう方が結構多いんですよ。私いつもそこで、まあ、人生一回なんだから挑戦できるのはした方がいいよみたい なんかそういう答え方をするんですけど、私が読んだ本の中に目の前にバイクがあるんだけどヘルメットとか安全装置がない状態でバイクを乗らないのは怖がりだからじゃなくて環境が整ってないからだ、だから逃げじゃなくて自分に合った方法を選んで歩いてなんか目的地に向かうってことみたいなこと書いてあって確かにと思って、挑戦ってある程度のリスクはもう覚悟して乗るわけじゃん。結構挑戦できなくてなんていうの自己嫌悪に陥っちゃうことが多いと思うんですけど、なんかそれ見てあーってなった。私はなんかメットとかなしで乗っちゃうタイプなんだと思うんですけど、人間みんなね私みたいな人じゃないので挑戦しないことは逃げではないってことだ。でもだからといって歩いていくうちになんかバイク乗ってビュンビュン行く人見てあーなんかうちらが歩いて行ってね、なんでバイクなんか飲んだよマジせこいなみたいな文句は言うのは違うみたいな感じ。すごいなんかすっきりしない？私的には超すっきりしたんだけどっていうね、最近の読書のお話でした。美味しかった。こんなことがあっていいんかって感じだけど全部美味しかったです。で結構ポッサムっていうと大中小みたいな感じでこう 2,3 人前からのところが多いんですよ。カキポッサムのところもそうなんですけど、でもここは1人前から食べられるポッサムということで、前回のもちポッサムも1人前から食べれるんですけどもちょっとね高めなんですよ。なんかもうちょっと気軽にちょっとローカルっぽいお店でポッサム1人前食べたいよって時はもう本当に最高です。しかも超美味しい、しかもミョンドン近い、まあ、もちろんねローカル店なので日本語も使えないし日本語のメニューも全然ないんですけど、一人で来てポッサム定食ポッサムチョンシって言えば、はい、全然伝わるし、今日この動画見てね食べたいなって思った人は私が以前お家で作ったポッサムがあるんですよ。その動画ね URL に貼っておくので、ぜひポッサム食べたい人はお家でも全然ね気軽にポッサム作れますので、はい、ぜひ食べてみてください。でちなみに営業時間が11時から10時までです。ブレイクタイムは書いてないからないのかな、多分ないと思います、分からんけど。ということで今日はミョンドン近くの超激安コスパ最高超美味しいローカルポッサム店の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。